ジェームス・フック・ジェマーソンについて、僕なんかが語るにはおこがましいんですけど、ちょっと語ってみたいなと思ってます。最後までよろしくお願いします。最近あれですね、ローリング・ストーン氏が選ぶ、偉大なベーシストトップ50で、ジェームス・ジェマーソンが1位で、ジャコ・パストリアスが8位と、なかなか2のランキングだなと思ったんですけど、そう。で、それで、ああ、やっぱジェマーソンってやっぱすげえんだなと思って。で、僕は本当に憧れの存在なんですけど、ジェームス・ジェマーソンは。でも、本当に、ジェマーソンみたいになりたいわけでもなくて、で、ああいうふうに、ジェマーソンのように弾いて何かしてやろうっていう、そういうのはないんですけど、やっぱすごい好きなベーシストで、僕好きなベーシストで、ピノ・パラディーノとか、ウィリー・ウィークスとか、あのあたり、ウィル・リーとか、あのあたりのベーシストがすごい好き、憧れなんですけど、あの方々もやっぱり、ジェマーソンイズムを継承して、自分のこう、グルーブと自分の持ち味で、ね、世の中の音楽を変えてる人たちじゃないですか。やっぱそういう風になりたいなと思って、日々、勉強してるんですけど、一度でもライブで見たかったですね、ジェームズ・ジェマーソンは、ライブで弾いてるところ。もうチケット代10万でも払いますよ、そりゃ。100万払ったところで、もう見れるわけじゃないんですけど。でも基本的に、モータウンって、モータウンレビューっていうコンサートとかね、あったみたいなんですけど、基本的にはこう、ジェマーソンは、スタジオ要員として残したかったみたいで、あんまりライブでは弾いてないみたいなんですよね。だから、モータウンのアーティストの、ライブ映像を見ても、やっぱジェマーソンあんま映ってないんですよ。そう。なんでジェマーソンが好きになったかって言ったら、やっぱモータウンの音楽家なんですよね、僕が。永遠のモータウンっていう映画があったんですけど、もうほとんどのベーシストが見てるとは思うんですけど、僕がやっぱセッションミュージシャンになりたいなって思った、19、20歳ぐらいの頃に、先輩のドラマーから、いや、お前セッション、セッションベーシストみたいな感じでやっていきたいんだったら、もうこれ絶対見た方がいいよっていう感じで、俺のバイブルだからみたいな感じで、その DVD をお借りして、で、見たんですけど、寝ながら、みたいな、弾いたとか、ツアーの車で臭いもの食べてメンバーから追い出されたとか、面白いエピソードがいっぱいあったんですけど、で、演奏してるシーンはね、やっぱ出てこないんですよ。やっぱあんま映像がないんですよね。でも、それを継承した2代目のベーシストの、モータウンベーシストのボブ・バビットって方はもう亡くなっちゃったんですけど、ボブ・バビットさんが、ライブ映像とかで弾いてたんですけど、マーサー&ザ・バンデラス、ヒートウェーブ。それのベースがかっこいいなと思って。そう。でね、で何がすごいのかなって思うんですけど、やっぱ全部すごいんですけど、ジェームス・ジェマーソンがすごいのは、僕はなんだろうな。もちろんバウンスするゴム鞠がこう跳ねるようなグルーブとかもすごい、すげえなと思うんですけど、僕が一番すごいなと思うのは、このパッシングノートの使い方、いわゆる効果音の使い方がすげえなと思って、さっきね、頭の方で弾いたみたいな、むずいんですよね、これ。ジャクソン5の、ダーリングディアっていう曲なんですけど、これとかって、今弾いた中でコード4つなんですよね。この進行なんですよ。俺って、例えばね、セッション行って、
ね、この進行の譜面、コード譜渡されて、で、弾かないっすよね。なんかこう、経過音使っても、ぐらいじゃないですか。それを、みたいな弾くってすごいなと思って、ワッツ54とかもあれコード進行で言うと、っていうねの循環コードなんですけど、エマーソンが弾くと。聞いたのが、なんかこう脳みそどうなってんのかなみたいな、そうそれがすごい、なんかその経過音っていうのはね、すごく勉強になりますね。で、僕ジェームス・ジェマーソンのすごいかっこいいなっていうベースラインを3つ3年前ぐらいにもう一音一句自分の中で耳コピして完コピしてアップした動画があるんですけど、それでも結構ね、海外の方からすごく評判良くて、なんかこういっぱい嬉しいコメントね、いっぱいもらったんですけど、あれでね、すごいなと思って経過音。もうでも二度と耳コピしたくないですけど、めちゃくちゃ大変だったんだよ。そう。本当に一音一句多分ね、90% ぐらいはね、あれ完璧に取れてると思うんですよ。この曲もやってくれ、あの曲もやってくれとか結構外人からコメント来るんですけど、まあいつかやるよみたいな感じで、もうちょっとあんまりやりたくない。難しすぎて。そう。で、まあ、で、それでね、気づいたことがあるんですよ、あれをコピーして。やっぱり、ジェームス・ジェマーソンは、やっぱり、コントラバス弾きなんだなと思って。元はね、コントラバス奏者で、で、まあ、もう無理やり、お前は、時代はエレキベースだから、エレキ絶対持った方がいいって、まあ、友達から言われて、いや、俺は、こっちで行くよって、ドベースがいいんだよ、みたいな感じで。でも、いや、もう絶対、とりあえずこれ貸すからこれちょっとやってみろみたいな感じで、ブラックビューティーっていうね、50年代のプレビューを借りたかなんかもらったかなんかで、でそれでエレキ始めたみたいなんですけど、でもねやっぱりね、もう血がコントラバス弾きっていうか、そう、一個ね、テンプテーションズのマイガールっていう曲のセッションしてる映像が YouTube にあったんですけど、それ見るとね、前があると俺って弾いてると思ったんですよ、絶対。でもでもこうその音を開放弦でってやってるんですよ。それってもう完全にウッドベース弾きの、ポジショニングで、コントラバスは、やっぱピッチをちゃんと正確に取らないといけないんで、まあ開放を弾くと、開放基準にするというかね、みたいな。みたいな。開放を使わないと弾けないフレーズがいっぱいあって、で、僕やっぱロック上がりなんで、ベースは。開放弦なんかあんま使わないんですよ。基本的にこう。横移動したいタイプなんで、でもそれでね、それがすごく気づきました、一個。で、一個ね、去年、すごい、映像を見つけて、モータウンのね、
あれは、まあ、シュープリームスとのセッションかな。ベース5弾いてるジェマーソンの映像を見つけて、ちょっとこれ今、軽く流してみます。これなんですけど、これよく見たらペグが5個並んでて、ベース5なんですよ。そう。だからやっぱ基本的に縦移動するベーシストなんで、こう弦を。ベース5とかの方がいいんでしょうね、多分その都合も。でね、くわえタバコしちゃって、弾いてるんですけど、ねえ、すごいですよね、これ。で、あと1個。それはファンクマシンを弾いてるジェマーソンなんですけど、これはテンプテーションズのセッションかな。これもちょっと映像一瞬流してみます。これはね、ファンクマシンですね。でも、フックで、人差し指で弾いてますね、完全に。そうそうそう。こんな映像もね、これはね、モータウンセッションっていう、検索かけたら出てくるんで、これは結構レアですよ。すごいね、まだまだなんか、もしかしたらいろんな映像残ってるかもしれないですけど、ねえ、ジェマーソンの本当にすごいなって、まあ、あと思うのは、まあやっぱベースだけじゃなくて、音楽を変えてしまったっていう。ポップスにおけるね、ベースラインを変えて、だからもうポップス自体が変わっちゃったみたいな。昔はね、ベースラインって言ったら、やっぱこう、ベースラインがまあ主流だったみたいなんですけど、こういうそれをね、ジェマーソンがみたいな感じのね、ちょっとジャズでファンクなフレーズを持ち込んで、ポップスがね、こうリズム&ブラックとポップスがとジャズがこう混ざったような音楽がね、生まれて、でそこから今のこう J-POP とかもね、完全にそこからこうどんどん変わってきてるような。で、一個面白い話がありまして、去年僕は土屋康平さん、元々ストリートスライダーズの、ギタリストだった、康平さん のソロツアーに、ご一緒させていただいて、で、ツアー中にモーターの話すごい盛り上がって、浩平さんはもう僕なんかよりもめちゃくちゃ知識がある方なんで、すごいいろいろ教えていただいて、でベリー・ゴーディっていうね、モータウンの、創設者であり、もうプロデューサーだから言ったらモータウンのボスですね、そのベリー・ゴーディの自伝をお借りして、で読んで、それがねすごい面白くて、もうモータウンのミュージシャンの中で一番問題があったのはジェームス・ジェマーソンだよみたいな、本当にあいつは手焼いたよみたいな感じのことを書いてて、何が手焼いたかっていうと、なんかこう、まあその普段の行動とかもまあそうだと思うんですけど、なんかね、レコーディング中に人を邪魔してたみたいですよね。なんかこう変なリズムを足で刻んで、でも自分のベースはちゃんと弾いてて、周りの人を惑わすみたいな、で、お前なんかこう今ミスっただろみたいな、なんかそういうやりとりとか、あとね、ちょっとなんかこうビバップみたいなフレーズ、シュープリームスの曲なのにこうちょっとビバップみたいなジャズっぽいアプローチをちょっとプロデューサー見えないところでこう密かにピッて入れたりとかして、で、ベリー・ゴーディがそれに気づいて、おいジェームスみたいな、ちょっとそんなん入れなくていいよみたいな、ファンクしてくれみたいな、ジャズじゃなくてファンクしろみたいな感じのことを言われて、でもなんかこう合間合間にこうね、なんかこうちょっと難しいパッセージ入れたりとか したりとか してたみたいなんですよね。で、やっぱたまにはウッドも弾かせてくれよみたいな感じで言って、ちょくちょくモータウンの曲もウッドベース弾いてる曲があったりとかするんですけど、なんかそういうなんかお茶目な部分とかがなんかこう乗ってて面白いなと思ったんですけど、そうそうそう。でね、あと一個僕すごくこれはね、確信があるんですけど、機材のことについてちょっと話します。これね、一個確信があることがあって、世の中にも別に全然出てないんですよね、その話は。でも、ジェマーソンって、まあ、1962年のプレシジョンベースがメインで、
いわゆるファンクマシンっていう、あれをメインで使ってて、でそれを死ぬまで弦を張り替えずに使って、で最後亡くなる前日に盗難されたみたいな話があると思うんですけど、あれね、多分ね、僕は生前中にベースが変わってると思うんですよ。62年から。ちょっとね、これ、この面白い本、この本知ってますかね？このね、ジェームス・ジェマーソンの伝記っていう本があるんですけど、これ見てもらうとわかるんですけど、これね、若い頃のジェマーソンじゃないですか。これはファンクマシンなんですよ、62年の。ピックガードがちょっと欠けちゃってる。で、晩年のね、これ晩年の結構成熟した時のジェマーソンなんですけど、これ持ってるベースも確実にさっきのファンクマシンと違いますもんね。ピックガードも欠けてないし、しかもなんかサンバーストのこう、なんて言うんだろう、黄色の多さとか、なんかそういう色味的な、とかピックガードの別光の感じとか見ると、これ多分65年とか66年ぐらいのプレベなんですよ。で、なんか YouTube とかで、マーサー&バンデラのあのセッションで、結構晩年のジェマーソンが弾いてる、ライブで弾いてる映画あるんですけど、あれは多分その65年ぐらいのプレベなんじゃないかなと思って。だからファンクマシーンは途中で誰かにあげたか売ったか取られたかなんじゃないかなと思って。そうで、今ね、ナッシュビルかな、ナッシュビルのモータウン、なんかミュージアムがあるみたいで、そこのモータウンコーナーにジェームス・ジェマーソンが使ってたファンクマシーンが展示されてるみたいなんですけど、まあそれはね、本当にそのファンクマシーンかわかんないんですけど、だからジェマーソンはずっとその62年なんですよ、弾いてて、亡くなる前日にそれが取られたっていうのは、あれは多分ね、ないと思うんですよね、僕は。多分その途中で売ったか盗難されたか、まあもしくはもう家に置いて、それよりも、ね、この65年のやつのサウンドが気に入ったか、62年のやつがもうちょっとね、もうボロくなって弾けないから引退させて家の中に置いててたかもわかんないですけど、だからこの後期の頃に使ってたベースっていうのは何のその情報もないんですよね。雑誌にも この本にもそういうことは書いてないですし、これは勝手な僕の想像ですけどね、面白いですよね、そういうことは。一回ね、サンクマシーン弾いてみたいですよね。ねえ、ちょっと一回弾いてみたいですよね。もう弾いたらちびるだろうな、多分。そう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 。まあね、そういううんちくでした。マニアックな。ちょっとね、長くなっちゃったんですけど、まあまだまだね、いっぱい語りたいことめっちゃあるんですけど、あんま長いと、ちょっとね、なんていうの、もう途中で飽きられて見られなかったですんで、今日はもうちょっとこんぐらいにしようかなと思うんですけど、でやっぱあと一番本当にかっこいいのは、まあ、ジェームス・ジェマーソンがそのデトロイトから、まあ、ロサンゼルスに、モータウンがね、レーベルが移った時に、まあ、ロサンゼルスの頃のモータウンって、もう、わりかし70年代、もう、ね、中盤後半になってて、音楽も結構変わってきてて、まあ、プロデューサーから、ちょっともうそういう古臭い、ベースのサウンドじゃなくて、ちょっとこう、ラウンドワウンドでね、こうスラップとかやり始めた頃なんですよ、多分、ベーシストが。だからこうラウンドワウンドで張って、もうちょっと硬い音、はっきりした音にしてくれって言ったけども、ジェームス・ジェマーソンも固くないにそれを断ったみたいで、やっぱりね、ウッドベースの音をプレベで出したかったんじゃないかなっていう、もうそういうパキパキの音は俺はやんないよみたいな感じで断ってたみたいなんですよ。で、なんか僕すごく最近思うんですけど、やっぱね、どの職種でも、やっぱ一番じゃないですけど、大事なことって、やっぱ時代とともに変化していくっていうのはすごく大事じゃないですか。もうどんな企業でも、どんな人でも、どんなミュージシャンでも、やっぱ時代に合わせて、こう、変化していくっていうのがすごく大事だと思うんですよ。もう生き残るためには。それを楽しめる人が、やっぱ変化することを楽しめる人がやっぱね、ずっと残っていくのかなってすごく思うんですけど、でもね、ジェマーソンみたいに、もう、かたくなに自分のスタイル、シーンを、時代が変わろうが通すっていうのは、めちゃくちゃかっこいいなと思って、僕にはこう、できないことだなと思って。まあ、だからこそ、あの人は伝説になってんだろうなっていう風に、すごく最近思います。そう。ね、これからね、本当に音楽こう、どういう風になっていくか、どういう風になるのか、
ね、どんな風に変化していくかわかんないですけど、でも絶対そのそこの部分にはこうジェームス・ジェマーソンが作ったベースの軸みたいなのは、あれはね絶対残っていくと思うんですよね。あれがこうどん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 こう変化 していってたら、どれがその真なのかわかんないんですけど、あのスタイルを死ぬまで貫いたってことで、あのジェマーソンイズムみたいなのは多分もう時代が変わろうが何の音楽が生まれようがそこの部分にあるっていう風なのが最近すごく思いますね。そんな感じで今日はね、ちょっと僕が語るにはおこがましかったと思うんですけど、あのちょっとあの実はね、そう酒飲みながらやってました。ウイスキー飲みながらまあなのでね、皆さんもまあちょっともう一回ね、ウイスキーでも飲みながら暇の時にあの見てくれたら、嬉しいなと思います。こんな感じで今日はありがとうございました。